Je vois un petit peu. Non, je vois pas. Ah, tu vois. Mais regarde, j'ai les yeux fermés. Maï, Migi, Migi. Maï, Maï. Foutez. Stop. Faut dire que c'est un petit peu normal. Hein. なんか短調ってちょっと暗い感じの音楽なんですけど、短調がちょっと弾きやすくなったっていう、なんか変な、なんか想像するのが何て言うんだろう、想像想像することが、なんか津波とか悲しいことがあったって想像すると、なんか弾けるみたいな、まだお母さんとかお父さんからはやっぱり土とか砂には放射線があるから、なんかそういう遊びはやらないでとか言われてます。一番我慢してるのがテニス。震災前は腕もまあ良かったんですけど、震災でテニスやっちゃダメって、なんかネットに放射線がついてて、それにボールが当たるとボールに放射線がついて、放射線が飛んでくることになるから、テニスはもうちょっと、待っていた方がいいって言われたので、あまりそういう話は友達同士でしたくないね。なんか話が進まないし、なんか言葉に表せないから、そういう話はみんなあんましません。考えたことがなかった。あと1年半、2年後ぐらいだと思います。
嘘ちぃ。Il y a la moitié qui coule et le monsieur tombe. C'est les guêpes qui viennent là. J'aime ça les guêpes. Je crois commencer. Les abeilles. J'ai une peur du frelon. J'ai été petit, tu vois. J'ai vraiment une peur. De... ah, c'est vrai, c'est vrai. 一番楽しいのが。なんか友達を作れたってことです。なんかどちらとも その国の言葉では会話できないんですけど、なんかフランスに来てからだいぶ1週間とかたってで、なんか目とか表情とか仕草で相手の言ってることがだんだん分かってくるようになりました。